8月9日火曜日、おはとのみんなも一緒にせーの、おはとさあ、今日のおはスタは自分だけのオリジナル時計が作れちゃうミックスウォッチにゴッチンとキャノンが挑戦、さらにスーパーリゾートハワイで素敵な時間を過ごそう。さあ、ということで早起きを頑張ったおはともにはこちらから、キャノンおはスタ、おはスタ、イエーイ、ワッサイワッサイ。この後のテレビ画面を撮影してツイッターにアップしたら、サイン入りパネルとアニメガルガク2のヘアゴム、デカキャラミラー、キラキラブレスレットを1名様にプレゼントしちゃうぞ。これをつけてみんなもラキラキになりきっちゃおう。今日はハワイアンズにちなんでヌアラがフラダンスに挑戦する姿を収めてくれ。おいいね。制限時間は5秒間。それではシャッターチャンススタート。写真を今出てる文字と一緒にアップ。おはともの、みんな保護者の方にツイートしてもらってや。続いてはこちら、おはー。今日は2人の絆をもっと深めるためにこのミックスウォッチをお互いのために作っちゃいます。自分だけのオリジナル腕時計が作れちゃうミックスウォッチがデジタルになって登場。なんとボタンを押すと光って時間や日付が表示されるんだ。組み合わせはなんと1万通り。2人はどんな腕時計を作るのかな。キャノンのイメージはミステリアスで面白い感じがあるので、40モデルにしようと思います。私が思うゴッチンのイメージは年中無休笑顔なので、スイートモデルにしようと思います。早速作っていこう。キャノンはなんか明るいって感じがするから、こういうカラフルなやついいかなって思います。あ、ゴッチンは青チームで青だし、みずみずしさがあって、でもこのなんか猫ちゃんのやつもちょっと可愛いなって思っちゃう。ちょっと大人っぽさも入るから、お互いに似合うものを考えながらどんどん作り上げていく2人。どんなものができるかな。完成しました。早速キャノンからゴッチンへのプレゼント、こだわりポイントはどこ。まずこれ見てください。ゴッチンみたいで可愛いでしょ。雲だ。このゴッチンがユニコーンに乗ってパカパカ動いて、このお花の散りゆく花っていう、すごい、ね、物語を作りました。すっごい可愛い。続いてはゴッチンからキャノンへのプレゼント、こだわったポイントは、この猫ちゃんに猫のなんかお顔のパーツみたいなのも入れてもいいかなって思ったけど、元気で明るいみたいな、なんかそういう感じがすごいキャノンみたいな感じで、この柄にしたことでなんかよりキャノンらしさが出ていいなって思ったのでこれにしました。うん、2人の個性がしっかり出ていて、この世に一つしかない素敵な組み合わせができたね。こんなおしゃれな時計が作れるミックスウォッチデジタル、みんなもおしゃれして夏休みを楽しもう。イエーイ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ミキアラもついてる。全部で12種類。どの子が当たるかな。
LOL サプライズクイーンズ OMG もね。夏休みに超おすすめスポット、スパリゾートハワイアンズ。子供から大人まで楽しめる常夏の楽園がこの夏大幅パワーアップしたぞ。ポイント1、滑リゾート宣言。ハワイアンズといえばウォータースライダー、日本一長いビッグアロハも有名だよね。はい、スタート。うわ、めっちゃスピード出てる。中ぐるぐる回ってる。うわ、めっちゃ綺麗。うわ、スピード、うわー、ジャバー。うわ、めっちゃ楽しそう。これ行くしかないぜ。めっちゃ楽しそう。長い。めっちゃ綺麗。めちゃくちゃ上がった。全部で6種類11コースのスライダーを楽しむことができるんだけど、なんとこの夏3種類のスライダーがリニューアル。ワンダーブラックは神々が住む山をイメージしたマウナブラックに、ワンダーリバーは神々の体内をイメージしたラキリバーに、そしてワンダーホルンの乗り場が回転する滝をイメージしたカプアニフォールに生まれ変わったぞ。もう今年の夏は滑りまくるしかないぜ。ポイント2、グランピング施設マウナビレッジがリニューアル。グランピングとはお手軽にゴージャスなキャンプが楽しめる施設のこと。ここマウナビレッジではボルダリングや滑り台で遊んだり、美味しい食材をたくさん使ったバーベキューを食べまくり、寝る直前までたっぷり遊べちゃうんだ。他にも世界最大級の露天風呂やフラガールのショーなど、ハワイアンズにはワクワクがいっぱいだ。この夏休みは日本のハワイへゴーだぜ。アロハ。続いては新オハガールへの道。オハ友からの練習生の運動神経を知りたいという声に応えて、チーム対抗スポーツ大会を開催。前回の新 50m 走はこのような結果に。さあ今日は基礎体力、池崎軍団よろしく。続いては握力測定。基礎体力では合計が高いチームから順にポイントをゲット。さらに個人で1位の人には1ポイント追加だ。では一気にどうぞ。その場で飛んだ高さを計測するぞ。中でもすごいジャンプ力を見せた練習生が、44センチ。すごい。うわ、出た。続くキャノンゴッチン超えなるか。44センチ。てことで結果はご覧の通りに。さらに個人で1位だったゴッチンとキャノンはボーナスで1ポイント。
そして最後はハンドボール投げも測定。14m30cm。 でしょ。ドッジボールが得意だというカヤリには13m20cm。 ということで結果はこちら。さらに個人で1位のカオチにはボーナスで1ポイント。そして明日は転がしドッジで池崎軍団と対決だ。この後はマスメリ君の謎解き。忍者らとコラボするけど日和ってるやついる？いねえよな。東京リベンジャーズコラボだ。やんの？やんねえの？ニンテンドースイッチ忍者らバトルでもらえる。みんなで遊ぼう。ニンテンドースイッチパズドラネット対戦も。みんなのごちそうステージ、コテアラポーク。チェックになります。マイヤさん、はい、アラビキ、はい、ガブリエ、はい、コテアラポーク。コーヒー、またチコだ。コテアラポーク。ジューシー。何時だと思ってるんだ。ソーセージ。ごちそうステージはコテアラポーク。マイマイマイ、ユネキュー。みんなのごちそうステージ、コテアラポーク。コテアラポーク。あっち向いてポー。あっち向いてポー。あっち向いてポー。コロペポー。今何時？ソーセージ。ごちそうステージはコテアラポーク。マイマイマイ、ユネキュー。門弁たちと夏祭りの準備を進める松丸くん。祭りにつきものといえばこれだよね。祭りの出店にかき氷を出したくてこの方に来てもらいました。パティシエのシエドリよ。自慢のスイーツかき氷を披露するわ。おお。シエドルさんはひらめきタイプでかき氷を作ってくれるみたいだよ。ハテナには何が入るんだろう。どんなのができるか楽しみだな。緑色のシロップをかけたらま、ご、伸ばし棒が見えなくなるよね。オレンジ色のシロップをかけたらどうなるかな。よし、洗濯の時だ。オレンジ色のシロップをかけるとメトロが消えてこうなるよね。できる言葉はマンゴー。できたわ、ショートケーキかき氷。ケーキをまるっと乗せた豪華なかき氷よ。おいしそう。待つぞな。お祭りといえばあれが必要ぞな。そこでこの謎もんを連れてきたぞな。ん？誰？ゾナーが連れてきたのは一体誰だ。おもちゃの街へ列車で旅をしながら謎とキングダムの世界を体験できるツアーが開催決定。詳しくはおはスタホームページをチェック。このやつはネネシ階段。うわ、花火めっちゃ綺麗。掴んで、飛んで、投げつけて、シンプルで奥深い爽快アクション。風のクロノア、ワン&ツーアンコール。豚肉、キャベツ、とくれば焼きビーフン。焼きそばとは違う美味しさがビーフンだ。グルメ。体に縁の重く焼きビーフン。悪い結果が出ない占いなんて羨ましい。スバニーも占ってもらいたいぜ。2022年10月からオハスタではアニメの新シリーズも放送開始だ。楽しみにしていてくれよな。
さあ、おはさではおはさサポーターを大募集中。ポイントを集めるとサポーター限定のグッズがゲットできちゃうぞ。そしてサポーターデジタル会員証も発行。シルバー、ゴールドの会員証はポイントを貯めたらゲットできるぞ。ところでみんな、夏休みの自由研究はもう決めたかい？まだ決めてないおはともには夏休みの自由研究にぴったりなマイティーゴーゼットの即備人形作り体験がおすすめだ。参加者には限定のマイティーゴーゼットスペシャルアクリルスタンドをプレゼント。趣味だけのカラーのマイティーゴーゼットを作ってくれ。めっちゃいい。これちょっと俺やりたかったな。さあ、ということでおはともみんな、最高の夏を楽しんでくれよな。それではシルバー、ちゃんと水飲むよ。耳のこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。何つうか。テイルズ。あれが噂のシリコプターか。おいおいソニック。彼はヒーローになりたい。ソニック最高だぜ。そこに立ちはだかるドクターロボトニック。助けに来たメカを作れる仲間テイルス。僕が発明したんだ。宇宙一危険な敵ナックルズ。これで終わりだ。史上最強が激突する。ソニックザムービー。ソニック VS ナックルズ。